始めます。お願いします。
ございます。はい、改めましてこんにちは、リサッコっていう名前でやらせてもらってます。はい、リサが好きな人たちです。私はリサが大好きで、でリサのライブとかよく行くんですけど、リサがアコースティックバージョンでやってるのを見てやりたいなって思ってたんですけど、なんだかんだ出れる機会がなくて、今回が初めてのアコライです。めっちゃ緊張します。はい、ということでね、初めてなんですけど、やっぱりリサコの人とこういうのやってみたいなと思って今後誘ってみました。どうもなんかどうぞ。リサコです、よろしくお願いします。盛り上がってますか？ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。中西です。あれですよね、3年生が52代が引退してから初めて のライブってことで、これからこのライブを機にもっと53代と54代仲良くなっていきたいなと思っています。これからもよろしくお願いします。リサコです。はい、お待たせしました。じゃあここからは2曲続けてやるんですけど、これをやって、これの次の曲が私のリサの好きな曲ベスト3に入る超好きな曲なんで、一緒にちょっと最初だけなんですけど手を叩いてほしいなって思います。それでは2曲続けて聴いてください。永遠です。どうしてこうなるなら、どうして呼び切りしたの、赤い背中ガラスの変が散りばめられた部屋の隅っこに残されたオルゴールと私、ずっと叩いて
はい、ということで次で最後の曲です。アコライってすごい、私今までずっと聴く側だったんですけど、めちゃめちゃ大変ですよね。なのに4曲もやってすみません。聴いてくれてありがとうございました。最後は優しい曲なので、みんな眠ってもいいんで、目を閉じていいんで、好きなように聴いてください。はい、 OK。
とうございました。